ちは。こんにちは。はい。ゆたかさん。はい。昨日の試合のことが今日もまだ X のトレンドに載っているんですけれども、はい、ホームラン判定疑惑のということで、まあ、これは昨日エスコンフィールドでオリックス対、はい、日本ハムの試合、森友哉選手のホームランの当たりが、まあ、リクエスト、まあ、ホームランとなって、日本ハム側がリクエストをかけたんですけれども覆らずということで、はい、まあ、これは実況の方のその時の会話も皆さん聞いているので、あれファウルじゃないのと、うん、いうことが今まだ未だにちょっと言われてるんですけども、あのね、はい、エスコンのねガオラという放送席って、はい、ライトのポール際にあるんだよ、うん、だ真上分かると思うんだよそうですね、いやだからその解説者今なりがあれファールじゃないのって、うん、今なりが言うか言わないか別問題として、はい、ちょっと今なりが今なりも言葉にオブラート包んだと思うんだけども、はい、あれこれいやひょっとしたらファールかもっていうふうに、うんうん、そうですそうです、あの言ったのは俺多分正しいと思うよ本来はね、そうですよね、本来は、うん、ただその映像を見て審判がジャッジを下したのはホームラン、あのね、うん、まあだからその審判もそのホームランってジャッジした以上、はい、やっぱそれがまあ最優先になって、うん、それからの競技になるわけだけども、覆すほどの映像がない限り、うん、はい、やっぱ元のジャッジを優先するんだよね、はい、だから土、まあ、甲子園とかでも、はい、土のグラウンドでバーンとスライディングするじゃん、砂が舞うじゃん、はい、もうさついてるかついてないかわからないっていうさ、うん、タイミングはアウトなんだけども、はい、セーフにしたと、うんうん、それがセーフが優先になっちゃうんだよね、だからその切れるか切れないかっていうのは、はい、通過して切れてるのはホームランだからね、はい、うん、落ちた場所じゃないからね、そうですね、その途中ですもんね、そうポールのところをどこを通過したか、まあ、ファールを通過したらファールだし、はい、こうちょっとでもこうかすってこっちに行ったらホームランだし、あ、難しいよな、映像的にはどういう風な映像を見てジャッジをしてる、いやだからその中継映像しかないわけでしょ、うんうん、で昨日ちょうどプロ野球ニュースで、はい、そういうことあったけども、うん、だけど喋れないもん、あれじゃあの映像じゃ分からないから、いやそれはオリックスファンもいれば、はい、ね、日本ハムファンもいるし、うん、だからそれはもう分からないもん、俺らだってそうですか、疑わしいなって思ったとしても、はい、なんかより現場で近いところで審判見てるわけだから、はい、それはそう言われたってさ、うん、分からない俺らも、結局あの各球場にあるこの中継用のテレビというか回してるもので、はいはい、審判団はジャッジするしかないんですよね、そうなんですよね、だからまあなんかテレビでいろんな角度から、うん、あこれじゃわからないって、あこっちから撮ってるんだって、よくやってるでしょ、はい、まあ、あれが最大だから、あれその別にこれっていうのはないから、そうか、だから一番は、はい、今成が判定することですよねあの今なのに聞きに行きゃよかった正直に言ってくれ言うとそうですよね、まあ、日本ハムの OB だけどもね、確かに、ただこれに対してあの新庄監督はやっぱり今日コメント出してたのはちょっとあの判定に関してはちょっと聞いてくださいというふうに要望を出すみたいな、まあまあそりゃそうだ、はい、でエスコンフィールド の両方にあるポールが実は天井まで届いていないのでちょっと短いらしいんですよ、ちょっと待って、はい、天井まで届いたら開け閉めできねえ、まあそれはそうなんですよねドームなんで、なので審判団はおそらく打球がポール上を巻いてファールゾーンに落下したというふうに判断したんだろうというところなんですが、だが映像を見る限りその気配はないばかりか、右翼ポール、右のライトポール際にあるテレビ実況席で打球を追っていたアナウンサー解説者ですらすぐにファールを確信していたというふうに記事は出ているんですけれども、だからまああのあそこは日本ハムエリアだから、まあそうですね、応援団がね、はい、フェアでもファーラーファーラーみたいなことは言うかもわからないけども、うん、実況解説をやってた人間がファールですねっていうふうに確信してるようだったら、はい、多分ファールだったと思う、まあ、そうでしょうね、うん、まあ、ただやっぱこう決定づけるものがないというのが一番だよね、どのね例えばそういう事件が起こったとしてもその確固たる証拠がない限りは、だからポールからさ電波出して、うんうん、ね、ジャーなんかなんか、いやいやこの天井まで当てて、はい、うん、文明の力で、はい、それで内側通過してこっちにさ少しの電波をこう流しておいて、うんうん、横に縦と横に、うん、こっちは何にもない、うん、だから音がしなかったらファール入ったらピンってなんか音がしたらフェアと、センサーでいいんじゃない、
センサー、あとなんか赤外線かなんかのね赤いのを出しておいて、それで入ったか入ってないかでボールに線がついてるからとか、オリンピックでもさ、まあ、テニスでもそうだけども、はい、あのリクエストあるじゃない、あります、うん、でこう入ってるか入ってないかライン上がどうのこうのとかあるじゃない、うん、はい、あれどうやってんのかな、専用にカメラをもうピンポイントで、だからもうその専用で置いとけんじゃん、もうみんなあのポール際とかですよね、ポール際は卓球場、それ決めればいいですよね、まあ、決めればいいけどね、まあ、落合監督はそのフェアファールでいろいろ問題になるから、うん、あのバンテリンは高くしたんだよね、ポールポールを、あやっぱり、ああ、うん、そっかそっか、でもさそんな高くても危ないんじゃない、逆にポールなんか俺なんか高いものって怖いんだよ、ちょっとそれ今言うたけど、いやいや、恐怖症、いやまあそれもあるけど、なんかこう揺れそうじゃない、なんか嫌じゃない、いやでも揺れないと思うんですけどね、絶対文明の力で揺れない、あとはポールになんかもうカメラを埋め込んでしまって、なんかウィーンウィーンって動くカメラを、なんかそういう風にできないんですかね、いやあのね、うん、動かなくても今360度カメラあるんでそんなついていけてないよねカメラに、やばい、こういうやつです、こういうやつ、まあ、先端に埋め込んどくとかね、そうですよね、ああそうすれば360度回って、あ、回らなくていいんだから、くるくる見てくれるってことですね、ついてるから、いやいや、もうこう設置したら全部がこう映ってるわけ、パノラマか、そうかそうかお前譲らねえなよいやだからこう通過したらどっちを通過したっていうのが分かるカメラをつけとけばまあいいしね、でもね、どうなん、まあ誤診ってあんまり良くないけどな、後味がな、まあオリンピックでもさ今な、まあいろいろある、それが本当に誤診なのかどうかっていうのはさ、俺は専門家じゃないから分からないけどさ、なんかややこしいな今、いや、そうですね、なんか細かくなってるなあ、の細かくなってます、でも細かくなってもやっぱね誤信というか、やっぱり今スロー VTR とかで見ちゃうと、うん、それはなだったり、あと X でみんなあの結構ねポストしたりするので、そうするとよりなんか誤信だ誤信だって拍車がかかるっていう、しかしさ、うん、コンプラとかさパワハラとか、うん、まあ、いろんなことがあって、はい、中傷誹謗とか、うん、ね、いろいろありながら、うん、みんな突っ込んでくるな本当にテレビ出てるコメンテーターまでみんな突っ込む、あれは柔道家は泣いちゃいけないとかさ、あ、そんなこと言ってた、いや言ったやつがいるんで、やっぱこうあそこを去るまで柔道家でいてほしかった、ね、柔道はそうですよね、なんかなんで柔道泣いちゃいけないんだ、柔道ってガッツポーズもダメなんですよ、いいじゃん別にお前もう今、もう今更もうね、みんなのこと言いすぎだよ、まあつつきすぎですね、まあ俺のコメント欄でもあれたよいいじゃないか、俺がお前予想外してたって、そう思ってる、何が文句あるんだよ、ね、いやいや、本当だよ、あれだけつつかれるの嫌ですよねって思うよ、本当に、うん、そうですよね、思うでしょ、だからまあその、まあ、ホームランとかね、うん、まあいろいろある、まあいろいろあるよ、盗塁でも、はい、あのね、映像見たって、うん、本当スロー見たって、うん、こっちがついてるか撮ってるかって怖い、もう本当相当遠くから見ないとわからない時もあるし、さじ加減でわからんな本当に、そうですよね、うん、だから特にあの二塁への盗塁なんかはだからどっちだかわかんない、まあ、一塁でもこうベースがあってかがとからだいたい行くじゃん、つま先からこうやって行くやつ、行かない行かない行かない、だからかがとがってここが浮いてて、うん、かかとがついてるのに、うん、ついてたらセーフだろ、そうだ、はい、早いっていうことなんだろうけど、ここが相当柔らかいな足首浮いてるばっかりに、うん、なんかこれがつかないとダメなのかみたいなところも、うん、時もあるしね、あとだからファーストの選手がボールがどの時点で入った時点でそれをセーフアウトとするか取ってるとするかっていう、それでも分からないですし、もう細かく言うとどんどん分からなくなる、まあまあそりゃそうだ、まあだけど、まあね、みんな一生懸命やってるっていうことだよ逆に言えば、まあまあそうなんですよ ね、で、まあ、それをねもう本当に細かく言ってくるやつがいる、うんうんうん、せやついるな本当にまあきっとこれからも変わらずいるんでしょうね、まあいるよ絶対、うんうん、ね、そんなことはねもういいんだよ別に言われたってこっちはこっちは言われたっていいんだけど、いやだけどさ、まあ、4年に1回の、まあ、例えばオリンピックとかね、はい、あの畳を降りなかったって、うん、降りたくないよお前、まだまだ戦ってたい、だって待てって言われて締められ続けて落ちてるわけでしょ、まあ、反則じゃない、うん、逆に言えば、うん、で降りなきゃダメだとかさ、うん、潔悪いとか、お前この4年間どれだけかけてきたんやって
本当そうですよ ね、それも含めてオリンピックだと思うよ、うん、いろんなドラマがあってって、そう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 ね、もういろいろそれでさ、ギャン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 周りが言うでしょ、みんななんかストレスのはけ口みたいになっちゃってますよね、本当だよね、うん、ちょっとでも誤診多いなまあそうですね、誤診多いですね、なんかね、自国開催だとそっち有利になっちゃうのかなとか、それはオリンピックだよな、うん、でもエスコンは自国開催というか厳しいホーム開催なのに厳しいファウル判定、あ、ホームラン判定だ厳しいってなりますよね、まあでもね、アメリカでもね、やっぱりどんなにリクエスト、まあリクエストのシステムというか、あの、ね、はちょっとアメリカ違いますけれども、もうね、例えばさ、ポールギアに陣取った人、うん、それに今日お願いしますって1万ずつアドバー出してレフト、ライトにこれはもうフェアでお願いしますみたいなじゃあポールの下にいる人、お客さんいるわけだから、でその人に判定してもらう、そうそう、そういう人をつければいい、旗も出しておいてさ、赤と白みたいな、あ、すみませんって、分かりませんって、両方あれみたいなリクエストじゃないこともあるけど、うん、まあだけどこうやって上を見てたら絶対あーって言って上見てたら分かるって絶対、まあ、その人は、うん、そうですよ ね、それはもうファンとかファンじゃなくて、うん、それ専門の人、ね、あのスポーツマンシップにのっとり、はい、まあ、それで旗を上げてくれると、めちゃめちゃアナログですよね、最後はやっぱりね、大体さ、でもさ、うんうん、ビデオ判定自体がアナログじゃない、私人の目よりまだビデオ判定の方が、いやだってセンサーつければ一発だと思うよ、あのストライクゾーンだって一発だと思うよ、まあ、そうですよね、いや本当に、あ、そうか、なんで野球がそれを取り入れないんですかね、時間かかるからじゃない、時間とお金とかですかね、うん、あ、そうか、サッカーはね、どうなんですか今、専門家にいるじゃん、うん、見てる人たち、見てる人たちいますし、まあ、バレーボールとか、ね、VR 判定なんだって言ってますもんね、だからこうやって、うん、あの日本のなでしこだってあれじゃない、助かったでしょ、あ、そうなんですね、ハンドだと思ってずっと流すから何やってんだと思ったら、うん、1、2分プレーさせた後にこうやって、うん、どこのみたいな、うん、あ、さっきのかみたいな、あれ絶対ハンドだよなみたいな、うんうん、おさピーってハンドになって、それが同点に追いついて、はい、逆転して勝ったじゃん、ブラジルに、あ、だからやっぱり重要なんですよね、いや、まあだからそれもアナログじゃない、逆に言えばビデオ判定もってことですか、うん、これからじゃあ変わっていくんですかね、いや、まあ、変わっていったらつまんないと思うしな、まああとそれ言うとね、もうストライクボールとかももう明らかにベース板通ってないとかもう分かるじゃないですか、今上からカメラ、そうだね、天カメが一番いいけどな、天カメすごい分かりやすい、もうドローン飛ばしてけんの、ドンとブン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 、うん、はいみたいに危ないけど、はい、危ない、まあだけど、うん、高校野球も、うん、まあ、判定でどうのこうのっていろいろあったね、はい、勝ち負けがどうのこうの、それはまあ定かかどうかは分からないにしてもそういう噂が入ってきた、うん、そしたらもうビデオ判定やった方がいいんじゃないかって、うん、相手プロじゃないから、そうです、ね、審判員、そうです、もう誰もやらなくなるよ、それやらなくなったら誰がやるんだって大変だぞお前、あのクソや熱い中、うん、そんなね、自分の有志でやってくれてるのと一緒だよ、ここはそうですよね、ここ、いや本当に、うん、誰があんな暑い中で、あんな長袖着て、あんなつけて、ね、うん、誰がやってくれるんだよ、そうですよね、それをさ、うん、いや、どうのこうのって、うん、ね、3年間かけてきたんだって、うん、そりゃそうかもわからんけど、うん、人間がやることだから失敗もあるよ、うん、はい、それを取り消せない時もあってあるよ、だからそういうシチュエーションにしたことが、まあ、悪いとは言わんけど、はい、あの不運だったなというふうには思うよね、まあ高校野球、そうか、まあ高校野球だけじゃなくて、まあ高校とかアマチュアの、そうですよね、ほらね、チェンジになってね、選手はガンガン水分取ってるよ、はい、こんな冷やして、うん、審判チェンジないから、永遠そうですよね、パチンボだからパチンボとか立ったままですもんね、もうほんとクソ暑いから、夏場そうですね、やっと5回に水分補給だからでも審判が熱中症になっちゃうっていうのはありますか、ね、いや、あるある、うん、だからね、まあ何でもかんでもさ、文明の利器とか入れたらいいっていうもんじゃないしさ、うん、まあ難しいな、そうですね、それが判定として審判が最終的にこれだって言ったものに関してはもう覆らないので、しょうがないからね、これはね、うん、なんかもうそう切り替えるでもね、審判の方も間違えようと思ってやってるわけじゃないし、うん、どっちかを応援しようという
引き目はないから、あ、もちろんやっぱそこは平等で見てくれてるし、うん、だからそこら辺はねやっぱこう判定に対して、うん、まあもう覆らないんだから、はい、ギャーギャー言ってもしょうがないということで、ですよね。あとはね、まあ、時代が進んでいってもうちょっとなんかハイテクなものがね取り付けられるような予算が出ればそれにした方がまだ皆さんもやっぱりすっきりというか、 X でも揉めないし、その例えば審判に誹謗中傷とかそういうのも少なくなったりとかするのかなっていう、そういうところにお金かけていってもいいのかなと思いますけどね。まあ、あの時は今なりが、うん、言っちゃった、もうポールに登りながらファールって言ったよかったよかったそうですね、うん、まあ、そのぐらいの訴えがあったらあれファールかなと思っちゃう、審判の方 ねもう見てるからあそこで、うん、まあプロの目で見てるからね多分。まあそうですね、今なりさんですもんね、まだ若いしな、動体視力も、動体視力もしっかりしてる、俺だと疑うかもわからんけど、なんか霞んでて見えるかなみたいな霞まだ霞んでない、まだ霞んでない、はい。